かっちゃんです、今日はね、ちょっとね、灰原まで、ね、お買い物に行きます。場所通りね、中にね、ちょっとね、灰原までお買い物行ってきて、ね、許します。ほんの10分程度やけどね、今回もねちらっと、まあ、動画やったんやけど、人間ってね結構なんていうのかな、人を傷つけることを平気で言う人がいてて、で言われると自分が傷ついたっていうね、これってね、まあ、人間の心理っていうか、まあ、動物の心理、動物もみんなそうやと思うんだけども、例えば人を殴りますたら、殴られたことのない人間っていうのは殴られた痛みが分からへん、だから平気で人を殴る、殴ることによって相手はいいんだけど自分は痛くないから平気で人を殴れてんね。でこれって他人の悪口を言うことによって、言った人間は痛くも痒くもないけど、言われた人間ってすごい傷つくのよ。でそれをどうするのかって言ったら、言われた人間が、スルーするんじゃなく全く同じことを言い返したら、言った人間が言われた人間になるから、すごい痛くてのたうち回るよね。だからスルーするってよく言うけど、やられた人間がスルーするんじゃなく、やった人間がどれだけひどいことをしたのかって分からさなあかんと思うのよ。で、だからあっちゃんはそういうことをする人間はスルーするのはダメで、他人がいじめられてたり他人が傷ついてる時にスルーする人がおるけど、スルーすると同罪、傷つけられてる人を助けて、傷つけてる人を止めない人っていうのは傷つけてる人の同罪やとあっちゃう。だから、いじめしてるやつといじめを見て見ぬふりするやつは同じいじめ加害者やとあっちゃう。だからこれが世の中で、ひどいことをしてくるやつおったらスルーしとったらいずれ消えるから待っとったらええねんけど、やられてる人間はもう耐えられへんからもう救いを求めてんのよ。耐えられへんから我慢してもうこれ以上我慢できへんからこそ、ね、救いを求めてんのに、それでもまだ我慢せん、いつまで我慢したらええねん、先の見えへん闇ほど怖いものはないのに、いつまでやられんねやろなって。そこで先はどこかって言ったら、開けへん闇を自分でその闇を裂こうとして自らの死を選ぶ人が出てくるんちゃうかなってあっちゃう思うねんね。そういうやつにもそういう痛みを与えればいい。これちょっと話が違うんだけど、今ちょっとねツイッターの X の方で話題になってんねんけども、トロッコの、トロッコ問題って言って、トロッコが、走ってきました。でポイントがあります。でポイント A に切り替えると、一人の囚人が、亡くなります。で明日じゃあ一人の人間が亡くなります。でポイント B に切り替えると10人の囚人が亡くなります。じゃああなたはどっちに切り替えますか。で囚人やからいいねって切り替えるのか、いや一人よりも10人助けた方がいいねって切り替えるのか、でそこ悩むところって問題だけど、これと同じような問題で旭川のいじめの問題があって、それの教頭が発した言葉がそれらしいねんけども、10人の加害者がおってね、でそれを公表せえとかなんだかんだって言ってんだけど、公表せえへんらしいのよ。でそれで教頭が発した言葉が、一人の被害者よりも10人の青少年たちの未来を考えろって言ったらしい。あっちゃんは正直こんなこと言ったら炎上するかもわからへんけど、
いじめをした人間に未来なんてない。だって一人の人は、一人の亡くなった加害者は自らで自らの未来を絶ったんやから、その10人は自らの未来を絶って償えたと思う。一人やから10人やから命の重さは変わらへん。いや、逆に言うたら、あっちゃんからしたら一人の被害者よりも10人の加害者の命の方が軽いってあっちゃん思うの。それだけいじめっていうのは卑劣なんよ。自らで自分の将来を閉ざすっていうことがどれだけ辛いことかっていうことに気づけっていう話だよ。だからそれが今も旭川問題って話になってるけど、じゃあリューチェルは、木村花さんは、それだけじゃなくて、いろんな一般人の人でもね、SNS とかの、アンチコメントで自ら命絶ってね。で、今日最近ちょっとね、あんちゃんのおすすめにかかってくるのが、令和になってから亡くなった人とか、芸能界で亡くなった人とかっていうのが出てくるんだけど、それたまに出てくるから見るんやけども、なんか知らんけど、お前になってよ出てくるのよ。で、あんちゃんもついつい見てもらうのよ。で、見てもらったら、半分ぐらいが SNS、ああいうね、ツイッターとか、ああいうものとか、コメントとか、掲示板とかでのいじめに苦にした自殺が多いです。自ら命を絶つことが多い。それだけ自ら命を絶つってことを平気でやってる。でもそいつらは、リューチェルの時もそうやけども、自らのアカウントを消して逃げる。それで逃げたらあかんでしょ。間接的かもわからんけど、自らの手で自らの未来を閉ざさせた人たちには人っていうことはないね。そんな奴らには未来なんてない。命を持って償えって思うよね。どれだけそれがきついことなの。じゃあそうやってやってきてアカウント消し逃げしてるけども、そのアカウントを晒してこいつがリューチェルをいじめた本人だよって公表されたら、どれだけ傷つくし、どれぐらい怖いか、やられてみると分からへんのかな。だから人をいじめる、人を掲示板とかでそういうことをやることっていうのは、人の命を殺めることと同じやってあっちゃんも、あっちゃんも言うてみたら生身の人間、いろんなコメントで心が傷ついて、何度自ら命を絶とうかって思ったことがあった。でもこれをもう引き止めてくれたのがやっぱり大切な視聴者さん、そして子供、そして向こうの世界で待ってくれてるミキ、みんなに支えられて、あっちゃんは自らの命をとどめてる。それぐらい本当に卑劣な行為やね。だからそういうネットのいじめっていうのは軽々しくやってほしくないなってあっちゃんは思って、これだけの配信しとっても未だに止まらへん。この動画を見てまた掲示板とかでアンチコメントしてるバカがいてる。お前らには未来はないってあっちゃん。そんな奴らこそ制裁を加えられないといけないと。なんでそんな奴らがはびこっとってやられっぱなしでスルーしゃんなあかんねんってあっちゃうのね。だから今こそ弱者が立ち上がる時代やと思う。だからやられてたらやられてる人はみんな立ち上がって声を出す。それが今のあっちゃんが思う正義じゃないのかなと思います。だから悪は正義やと思って人を傷つける、そんなことがまかり通る世の中であっちゃダメやとあっちゃんは思います。サンクシティに着いたんでね、そろそろ駐車場止めて買い物行ってきます。行ってきます、来ますね。みんなね、車椅子のところに止めるんだね、みんなね。すごいね、平気なんだね、あれとか止めてね。暑いからね、外出るの嫌やけど、じゃあちょっとだけの声頼めたか、行ってきます。ダイソー行きたいね。